バッター一二塁間破っていった二塁ランナー三塁を回る矢沢がバックホーム清宮カットそして一塁ランナーも三塁へ島内のタイムリーヒット上沢は1点を失いました。いや金村さんやはりこの島内チャンスの強さというのを見せました。強いですよね。やっぱさすが去年の4番ですよね。